中村智也の結婚相手が矢口真里はデマ、結婚観と結婚願望は?2022年7月8日から始まるドラマ、石子と羽男そんなことで訴えます。に、有村架純さんと W 主演で出演される中村智也さん。中村智也さんといえば、結婚相手がいるという噂があるようですが一体誰なのでしょうか?ちなみに、中村智也さんの結婚相手に矢口真里さんも挙げられているようです。しかし、矢口真里さんの結婚相手は違う方になるので、中村智也さんの結婚相手とデマの噂になった真相についても気になるところですよね。そこで今回は、中村智也さんの結婚相手や結婚観と結婚願望について詳しく調査してみたいと思います。結婚相手がいると噂の中村智也さん。気になる中村智也さんの結婚相手は誰なのかというと、2022年7月現在中村智也さんは結婚されていないので、結婚相手はいないという結論になるようです。ということなので、中村智也さんの結婚相手が矢口真里さんというのは、デマであることがわかりましたね。ちなみに、矢口真里さんは2013年に俳優の中村雅也さんと離婚して、2018年3月に梅田健三さんと再婚されています。ですので、中村智也さんと矢口真里さんは結婚が噂されるような関係があったこともないようですね。ではなぜ、中村智也さんの結婚相手が矢口真里さんだというデマが噂されたのでしょうか?気になる理由はまず、矢口真里さんの元旦那さんの中村雅也さんと中村智也さんの名前が似ていることが挙げられそうです。名前を比べてみると、中村智也、中村智也、さん中村雅也、中村雅也、さん確かに、漢字では一文字違いで似てますよね。ネット上でも、中村智也さんと中村雅也さんを間違えて検索したという声も多く上がっていることが分かりました。さらに、矢口真里さんの元旦那の中村雅也さんのお兄さんの名前が、中村智也、智也、さん、なんだそうです。なんと、同じ名前ですね。しかも、中村智也さんの旧芸名は、中村智也、智也、だったそうです。なんだかややこしいですね。このように、中村智也さんと矢口真里さんの結婚相手に関係する噂は元旦那と名前が似ているということでデマの噂が広がったようですね。結婚相手はいなく、現在も独身であることが分かった中村智也さん。そんな中村智也さんは、そもそも結婚願望はあるのか気になりませんか?実は、中村智也さんは過去にブログで、結婚願望ありまくりスティです。死ぬまで一緒にいて楽しい人がいいですと、書いたことがあるそうです。また中村智也さんは子供も好きなようで、子供は欲しいと思います。と、明かしていたこともあったそうですよ。ですので、中村智也さんは結婚願望があることがわかりました。同世代で結婚する人も増えていることから、結婚を考えるようになったという中村智也さん。そのため中村智也さんは、いつでも結婚相手の女性が現れてもいいように、料理したり掃除したりと主婦力に磨きをかけているそうですよ。さらに、子供が好きだという中村智也さんは、素敵なパパになりたいという願望もあるんだとか。そして、年をとっても手をつなぐ夫婦に憧れているようで、素敵な結婚観をお持ちであることもわかりました。中村智也さんの結婚相手は、とても幸せになりそうですね。結婚願望があるという中村智也さんなので、
これから結婚報告が聞けることを楽しみにしたいですね。